はい、どうも矢沢です。今回は、鈴木しんちゃんのスタジオにお邪魔しまして、前回撮影した、GFX100-2 これの、振り返り会でございます。画像を見ながらいろいろお話をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、改めまして矢沢です。久しぶりにお邪魔しておりますけれども、はい、なんか僕の回とテンション違くないですか？いや、そんなことないですよ。はい、こちらまだ読み込み中ですけど、はい、うわ、先日、はい、タカちゃん撮影の何さんでしたっけ？浜島里奈さんで。あ、里奈さんね、はい、はい、あのお帰りご飯にする、お布団お風呂にする、それともバドミントンにするって言ってましたね。そうそう、はい、なかなかのなんかスタジオ、うん、光回ってますね。回してますからね。ねえ、すごい繋がってんな。なんていう、なんか俺が見てますけど。いや、大事です。マットな感じで、うん、どうですか Z9 で撮った、いつも同じスタジオで撮ってるじゃないですか Z9 で、うん、なんかあります。いや、でも今くしくもマットな感じって言われたけど、うん、いや本当にそんな感じしますよ ね。いい表情撮れてますね。これいい、うん、これいい。絶対本ちゃんで使えないじゃん。いいですよね。あ、笑っちゃうときに口を隠す仕草が。上品。いや、いきなりちょっと話が脱線するんですけど、うん、前回まあちょっと2人で交互に撮影したじゃないですか。はい、で、あ、撮り方全然違うんだなと思って。うん、で、まあしんちゃんは写真館やってて、うん、一般のお客さん。うん、僕がメインじゃないですか今って、はい、そうするとやっぱり撮影慣れしていない人たちからいかに自然な表情を引き出すかっていうようなアプローチの仕方じゃないですか、うん、だからまあ彼女たちに対してもそういう感じで、うん、まあ、普段見せないような表情がどんどん出てくるっていう、それでいいと思うんですけど、うんうん、自分の場合はやっぱりそのなんていうかな、キャンペーンガールとの役割で、うん、撮ってるから、まあ、どうしたって尺子定規な撮影になっちゃうんですよね。あ、なるほどね。だからむしろなんか下手にこっちがいろいろ言うよりは、まあ、任せといた方が、間違いないっていうところもあって、あ、うん、そこは撮り方がだいぶ違うなっていうのは。そうですね、おっしゃる通りで、僕そのモデルさんが自分が綺麗に見えるポーズを知ってるし、うん、表情も知ってるから、それに任せてるのに、うん、なんか気になって声かけちゃうんですよね。それは相手が誰でも？そうなんです。そうなんだ。そう。誰でも言っちゃうんですね。なんかね、なんかそれは写真ではそうなんですよ。そのあ、写真には見えてこないんだけど、なんか現場は楽しかったなみたいな感覚になってもらうのが撮影者の一個現場での仕事かなって思ってて、だから広告とかになっちゃうと、タレントさんもいるし、代理店もいるし、うん、デザイナーもいるし、スポンサーさんもいるしみたいな、みんな楽しんでもらいたいなって思っちゃうんで、まあ一人で騒いでますね。それで怒られないですか？大丈夫？うん、怒らないです、怒らないです。むしろ分かってるっていうか、あ、これで表情引き出してんだなっていうのが、うん、他のフォトグラファーさんとちょっと多分違うんで、うん、自然な表情が欲しいから、うん、鈴木真に依頼してると。なるほど。で、鈴木真の現場はこうやって自然な表情を出してんだねっていう感じなんで、うん、まあ分かった上での発注であればね。そうですね、うん、みんな巻き込んでいくっていう感じなんですよね。もうトーン綺麗ですね、うん、やっぱなんかさっきのそのしんちゃんの会で話してることに重複しますけど、はい、ハイライトが飛んでないなって思うんですよね。うん、なんか後付けっぽくなっちゃってるけど、
多分 Z9 の普段の自分の露出だともうちょっといってる感じがするんですよ、うん、まあ、あとローだからっていうのもあるかな。自分 JPEG で普段見ちゃってるから。うん、それはあると思います。結構でかいです、ね、まあ、レンジが広いんで、だこれリニアで見るともっと出てくるんで、これが全く何にも本当にローの素出しなんですよ。でこの素出しのところに一旦プロファイルがかかっていじれるようになってるんで、今はこの特性ありますけど、まあ富士でいうとこの、難聴系アクロスっていうモノクロのフィルム、でアスティア落ち着き目のポジフィルム、この辺のクラシッククロマと古いネガ、とか今回から加わったのがリアラ、あれあれリアラ、富士のプロファイルめっちゃありますね。そうなんですよ、この一応フィルム、フィルムの銘柄に準じた方面のなんで、その富士のフィルムを使ってた人たちからすると、まあ、こっち方面かなっていうふうに見極めやすいんですけど、全く違います。全く違います。方向性としてあくまであるだけなんで、いやこれでリアラになったみたいな、いやノイズも乗ってねえしラチュードもっと狭いしみたいな、そこまでではないんで、あくまで楽しんでいただく、むしろあれなんですよ、社外のプロファイルの方がよく再現してたりするんですけどね。まあ、この辺でちょっといじれちゃうっていうのがカメラでできちゃうんで、JPEG 撮影だったら JPEG 撮影の段階でこれ当てて撮っちゃうっていうのがファインダーで覗いて見れるんで、そこは JPEG の方々にはきっと。カメラに全部これ入ってるんですか？入ってます。すげえ、はい、これはAPS-C の富士のやつでも入ってる。入ってる、うん、これが富士の、まあ、強みです、ね、強みですよね。楽しいですよね。でまたX Pro とかだと、昔フィルムカメラってここにフィルムの箱を刺すとかあったじゃないですか、ここにディスプレイは向こう側に隠れちゃってるんですよ、このメインディスプレイは、はい、ここに小さい四角があって液晶でゲームボーイみたいな、そこでフィルムの銘柄が変わってくっていう、あ、なんかそれ見たことある、うん、あれとかはもうフィルム世代にはたまらんって、そのグラフィック付きなんで、っていうのが、いや楽しいっすよね、うん、あの時代の富士ってフィルムみたいなダイヤルたくさんついててっていうアナログライクなのを目指してたんで、目指してたというか主流だったんで、余計際立ってますね今より。まあ、だから熱烈なファンが未だにいるんでしょうけど、ね、だし一回こっち来てから向こうに他のメーカー戻ろうとすると、うん、ちょっとそっけなく感じるんだと思うんですよ、うん、仕事職人っぽく感じちゃうと、うん、仕事用みたいな感じがしちゃうから、うん、そのあたりどうかっていう感じですね。寄ってますね、うん、これ何ミリ ?100 ミリ100ミリズンか。どうですかこの恐怖のアップ。もうこのカラコンのドットまで、これも 100% です。網まで、うん、見えてどうする。まあそうですね、これ 400%、 もう 400% でも、うん、なんていうんですかね、普通に見えて、そうそうですね、荒くならない、うん、髪の毛の、まあ、モデルさんにとっては柔軟な時代だ。まあまあこう大きく使うことなんですけどね。もう広告の現場だと助かります。うん、ですよね。後で縦横両方切り出すとか、うん、そういう時も横取っとけば生き残るんで、APS-C モードというか 35mm モードにして6000万画素なんで、うん、ここで1億で、クロップして6000万で、クロップして6000、はい、まだすごいな、対応力はありますね。でもやっぱりちょっとピントはやっぱりフルサイズよりシビアかなと思いましたね。まあ自分が使い慣れてないっていうのもあるかもしれないですけど、これでもね出た時からは、うん、まあまあマシになってきたんですよ、うん、まあ、そんなのみんなそうか。
シビアっていうのは、いや普段自分が Z9 使ってパパパパーと撮っているのと、やっぱ GFX だとちょっと一瞬パッと気合い入れないと、うん、なんかブレるとまたちょっと違うのかもしれないですけどね。待つ、うん、AF の速度の話じゃなくてですか、いや精度の話。いや精度というよりは自分がその撮るタイミング的なところですね、うん、なんか Z9 だと早いんで、うん、カシャ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 っていっちゃうんだけど、うん、GFX だとそこまでのスピードがないのでないちょっとずれる時があるから念をね込めますよね、うん、ちょっとワンテンポ半テンポぐらいを遅い方がちょうどいいかなって。こういうのが GFX ないと思うんですけど、これ今314、315、316で 連続でパッパッパって撮ってるとこなんですけど、はいはい、314合ってるんですけど、うん、315で一回外れるんですよ、うん、手前に来ちゃって、はいはいはい、目でフォーカス合わせてるはずなのにで逃げちゃうっていう、こういうのね、これはあの富士ユーザーさんの書き込みからすると、もう富士は全部これだからそのワンテンポが大切なのと、うん、AF 瞳に視覚がついてても50%しか信じちゃダメ申し訳ないけどね、申し訳ないけどこれは本当にあります。これもこっちガシッと来てるのに、うん、こっちでなんか甘いっすね、うん、耳とかいっちゃってるからね、これはぜひですね、ニコンユーザーの厳しい目線に触れていただいて、はい、富士は頑張ってもらわないといけないところですね。せっかくの一億ガスだからね、うん、これとかもね、これは論外だけど論外だけど、うん、どちらかというとそうですね、あの機動力って意味ではそう、おっしゃってたようにその Z6 でもこんなことないんじゃないですか。ありました6-2 だと、うん、1-2 あたりだと、まあ、ちょっと怪しいんですよ、うんうん、3-1 もだいぶ良くなってますけど、一つニコンでいうと一つ前のエンジンって感じですね、うん、でこれが一説によるとニコンもそうかもしれませんが、うん、激しいファームウェアのアップにより、うん、モデル初期とモデル終盤では別のカメラになるという噂を僕は信じて、まあなんでフラグシップの面白さってそこじゃないですか、うん、どうやって煮込まれていくかと共に歩んでいこうかなって、まあ、思えるカメラです、火力に関しては、うん、だからもう Z9 なんて10年ぐらい筐体このままにして、うん、ずっとファームアップでやってくれって言ってるんですけど、うん、なんかミラーレスだとそれができそうな感じもするんですよね。そうっすね、そうですね、だからシャッターないのか、うん、うん、かわかんないけど、でもまだファームアップ余力あるらしいですよ。うん、あ、何年目ですか。2年、3年、2年、2年はもう経ってますね。3年、この12月24日発売なんで、だミラーレスになってからフラグシップ機各社、まあキャノンを除きますけど高画素化したじゃないですか、うんうん、で昔だと高画素化すると、まあ、レフ機の時代っていうのはやっぱ連写も遅くなっちゃうし、書き込みも遅くなるし、うん、あとは何だろうな、高感度も弱くなるしみたいなのがありましたけど、今もう Z9 だと秒間20コマ、α1 だと秒間30コマいけちゃうから、うん、連写関係ないし、うん、あと高感度、まあ α1 は分かんないですけど、 Z9 に関しては結構粘るんで、全然暗いところも怖くないし、あとはまあノイズリダクションのソフトも結構今進化してるんで、うん、時間さえかければ全然だしっていうところでは、まあ相当武器としては優秀だと思いますよ、ね、うん、確かにね、欲しくなるカメラがないっていうか、うん、あのまさにそのライカみたいな全く別軸踏んでてくれないとその界隈ではもはやないですよね。それはすごく同感ですね。で、機動力では、機動力ではまあニコン、うーん、ニコンとキャノンの違いってどっちも触ったことない人にはなんて説明するんですか。どっちにしようかなと思うんですと、 EOS R1 と Z9 とみたいな話になったら、
難しいですけどね。自分はニコン使ってるからニコンの説明しかできないよって話になっちゃうんですよね。うん、あとニコンとキヤノンのどのグレード使うかにもよるじゃないですか、予算的なところで言うと。でキヤノンは今高画素機って R5 マーク2最近出た。あ、最近出たんですか。 R5 マーク2があるだけで他全部低画素なんですよね。まあ、そこはもういらないっていう。なんかキヤノンレフ機自体にあの高画素機出してケチョンケチョンに言われたらしくって、で、まあ、それがトラウマになってんじゃないかっていうのは邪推ですけどね、うん、だからなんかあまり高画素化しないような感じらしいですけど、うん、ニコンは逆に4500万画素が渋滞してて、うん、まあ、Z9、Z8、Z7 のラインが全部そうなんで、なんかね、もうちょっととんがったやつがあってもいいかなっていう感じはしますけどね、うん、だから今 Z7II がこの3になるときに、これあくまで噂ですけど8800万画素なんじゃないかって噂があるんですよ、うん、で、まあフルサイズで8800ってどうなんて思いながらも、で単純に高画素化していくことがいいとも言い切れないんだけど、まあ、この前もちょっと話したんですけど、あのフルサイズでなぜ16ビットがないのかっていう、うんうんうん、それ辺実現してくれたら面白いけどなと思うんですけどね。それもあれですね、うん、富士買いなっていう。いや一言もそんなこと、安定的な一言もそんなこと言ってる。いや富士買ったらその辺すっきりするのにっていう、うん、まあだからあれですよ、それも前お話ししましたけど、うん、ニコン軸足の人がライカ持つ、うん、はい、それは撮る楽しみを得るためだ、うん、ニコン持つ人が GFX 持つ、うん、それは絵を、絵の美しさを追求するためであると、はい、この間には愛の子しかいない。愛の子ってことですかね。いや GFX は絵としてはあのガチピンで来てるやつとかにすごく魅力的だとは思ってますよ、うんうん、思ってるからそこは大いに気持ちを揺らぐとこではあるんですけど、やっぱ機動力なんだよな。うん、だその辺はあれじゃないですか、もうちょっと様子見っていうか、どうファームウェアが上がってくるかもわかんないし、あとレンズの問題もまだまだあるんで、その LM のレンズの速度の問題、 AF の精度の問題、いろいろ待ちではありますよね。センサーはできてんだけど、ちょっとその肝心なドライバーの方がまだ未熟だっていうのは認めざるを得ないですよね。多分1分あたりあの撮影枚数10枚ぐらい落ちると思うんですよ、うん、GFX だと。それだとまあ短時間での撮影が自分は多いので、それで枚数に響くとちょっと痛いなっていうのはやっぱりあったりするので。あ、連写？いや連写じゃなくて、もうこの10分間でタレント2人撮影してくださいみたいなやつがしょっちゅうあるので、うん、そうした時にやっぱりストロボも含めてそうですけど、もうテンポが速くないとバリエーションを取っていけない、枚数も取っていけなくなった時に、うん、単純に AF を待ってるわずかな時間だけど、うん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 、多分それが1分間で10枚ぐらい差が出てくると思うんですよ、うんうん、それが10分間だったら100枚じゃないですか、うん、単純計算で、うん、その100枚選択肢が減るっていうのが、うん、それが高画素になることと天秤にかけた時に、やっぱり出力することを考えた時に、やっぱり100枚バリエーションが多い方が現状自分の仕事には向いてるので。あ、そうおっしゃる通りですね。でこれがポスター撮りとか広告撮りとかに、うん、この1枚ガチピンでいければいいっていうものだったらいいとは思うんですけどね、うん、とにかくサクサクやんなきゃいけない現場が自分は多いので、うん、そうするとやっぱスピード感っていうところが自分の目から見た時には課題かなと思いますよね、うんうん、それまた1億画素でたくさん撮れちゃってもっていうところもありますね。それも、もうちょっと少なくていいよっていう。少なくていいってある、うん、あ、まあ、JPEG で撮ったらいいのか。そう、そういうことか。 JPEG で、うん、まあ、これってどうなんですか、 JPEG だけ例えばサイズ小さくできるんですか。あ、できると思います。あの LMA、SML みたいな話ですよね。そうそうそう、はい、あると思います。あると思います。使ったことない JPEG。 いや、ただテザーとか、あとはあの事務所に送るとか生々しい話としては、うん、そうした時にローででかいデータで送るわけにはいかないんで、確認用としてはそのサイズ自体だったら、ここの選択肢が 5,6 種類はありますね。まあ、その辺は大丈夫としても、やっぱり AF だよな。そうですね。はい。
ハッセルよりはだいぶいいと思いました。いやいや、もうそこはね、そこは比較するとこじゃない。あと、ライカのミラーレスとか、SL とかとはこんな感じじゃないですか。SL もちょっと早いかな。SL3 になってから、似たり寄ったりかなって感じですね。2、うんうん、は話にならないですけど。そうですね。でも、ライカの人が言ってましたけど、あの普段 Z9 使われてるんだったら SL3 やめた方がいいですって言ってました。絶対不満になる。まあ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 、そうです。そういうものを目指してるわけじゃないからね、うん、まあそうですね。そこの話になっちゃうとね、じゃあ M 以外は何なんだみたいな話にもなっていっちゃいますからね。本当そう、本当そう。 Q3 の43とかは、いや Q3 43の前の降格の時に予約してたんですけど、はいはい、キャンセルしました。なんでですか？いや、なんかあまり評判良くなかったから。なんか Q3 だったら Q2 の方がいいよっていう方が周りの意見としては多くて、でやっぱり自分は当初買った M 型買った目的ってのはやっぱこいつの差別化なんで、うん、まあ別になんか M 型は2台あればいいかなっていう感じですね。うん、まあ、押すだけですかね、 Q って。 そうそう、それだと別にスマホでいいじゃんになっちゃうっていうか、うん、買った人には怒られそうですけど、うん、いや、なんで Q ばっかが、 Q、M も出てますけど、 Q って中古の陳列多いじゃないですか、うん、それってそういうことですよね、うん、なんか買ったはいいんだけど、うん、なんか別にいいかなってなっちゃう。あの金額の割に感動が、そうなんですよね、うん、少ないけど、 M はもう唯一だから気持ちいいと思いますけどね。なんかそういう話してたらまた M9 欲しくなってきちゃったな。今どんぐらいなんだろうね。M9 持ってんの？ M9 も持って、 M9 とか M8 から、まあ、CCD センサーが良かったんで、うん、M9 は何台も持ってました。で M9 に最新のアポズミクロを載せるとすごいことになるんですよ、うん、CCD センサーのコダック調の色味と、うん、アボズミクロンのめちゃめちゃ改造されてるやつが1個になると、うん、すげえ解像度の高いフィルム写真みたいなのが老吐き出しで出てくるんですよ。あの時ってコダックのセンサーだったんで、うん、それってライカのカメラにコダックのフィルム、ポジフィルム入れて撮るみたいな感覚のローの設計だったんで、それがめっちゃ面白くって、で音もカシャーカシャーみたいな巻き上げてるような音するんですよ、うん、で M9 はいろいろ使って、その前に M10、M11 も行ったかな。あと M10D ずっと使ってたんですよ。見れないやつ？はい。それで最終的に M9 の最新レンズっていう組み合わせに行ったんだけど、僕は作品にできなかったんですよね。まあ、そのスナップはできるんだけど、ここを構えて撮るっていうか、写真でしかできないことをやろうってなると、どうしてもその大きさとか、あとは精度とか、連写とかっていう掛け合わせをしていくと、うん、M9 って普段持ってて楽しいしかなかったから、うん、それは GR になってしまい、うん、GFX で済んでしまったっていう感じですよね、うん、M9 もしあの触れる機会あったら、うん、おすすめです、はい、あのマシンは、うん、まあ、CCD にはちょっと興味あったんで、うん、まあ、とはいえ買わないよなっていう。あれもレンズ持ってるじゃないですか、うん、まあ、でびっくりの起動すごい速いですよ。うん、コンマ何秒です。まあ M11 遅いですからね。うん、あのフィルムの感じにすごく近いフィーリングですぐ撮影始められるのと、あと音が、うん、本当に何の音なんだろうっていうシャッターチャージの音が、カシャブイーンみたいな、オートワインダーみたいな音がするんで、この聴覚的にも、で軽いんですよ、うん、扱いやすいんで。今いくらぐらい M9 って？今週交換品、CCD 交換品が50万と。ああ、じゃあ変わらずだ。うん、うん、50万ぐらい。50万ぐらいなのか。はい。だすごいんですよ。その唯一性を持ってるのに、うん、マーケットあんま注目してないんで。うん、M11 の取っ手出しなんかより全然面白いっす。うん、じゃあ次はその企画。いや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 。え、M9 持ってる？家にはあります。あ、持ってる。うん、触れていただいて、何か企画ついに
もう次から次へとの、なんか逃さねえぞと言わんばかり、次から次へと企画を用意されてしまうという、はい。まあ、今回こんな感じでしょうか。はい。はい、どうですか、総評。総評、うん。買うか買わないか。買わない。その心は。AF が遅いから。まあ、AF に限らない全体的な動作ですね。うん、だから、まあ、さっきの繰り返しになりますけど、自分の現場だとちょっと厳しいかなっていうとこですね。タカちゃんらしいですね。何が？時は金なり。金は時なり。うん、金をかけて時を失うっていう撮影現場においては、うん、GFX って、うん、なんでそこは時を取るっていう判断が非常に僕はタカちゃんらしくて、うん、それだからシャッターもついてないニコンなんだよっていうことで非常に負が落ちる。いや、シャッターはシャッターです。メカシャッターね、うん、そうそうそう、メカシャッターはついてない、シャッターがついてないわけじゃないけどまあそうですね、結局まあマシンだから、うん、これでいい、はい、はい、締めです、はい、まあそんな感じで、今回の情報が参考になったというかという方は、ぜひ高評価ボタンを、チャンネル登録、または方は、この機会にご登録いただけますと幸いでございます。であと概要欄から、鈴木のしんちゃんの、動画の方にもリンク貼っておきましたので、そちらもぜひご覧いただければと思います。鈴木がタカちゃんを撮影させていただきます、ニコンで。この後、はい、はい、以上でした。ありがとうございました。